さあ箱根2日目だ。今日も朝からいいおならが出た、うん、はいどうも国さんです。今日はね箱根2日目になります。後ろにあるのがね初日から2日にかけて泊まったねゲストハウス箱根テントさんになります。ここのね中の内容はですね初日の動画に掲載されておりますのでそちらの方をねご覧になってください。温泉のあるゲストハウスです。ここはね温泉すごい良かったです。なかなかね温泉のあるゲストハウスなんてないと思いますので値段も結構安いです。なので私とてもおすすめします。ぜひともね箱根に来られましたらね箱根テントさんぜひとも使ってみてください。すごいいいとこです。はい、でねまだ今朝9時ちょい過ぎぐらいなんですけどもこれからね強羅駅の方に向かいましてそこからケーブルカーを乗ってでその後ロープウェイを乗って大涌谷の方に向かうような形で向かっていこうかなと思います。はい、箱根テントさんからちょっと歩いてきたんですけどもこちらにあるのがねコーヒーキャンプさんというところでしてこれ箱根テントさんの系列店になるみたいですね。ここはねトーストとかねホットドッグがね美味しいというお店みたいです。はい、ちょっとね時間がなくてちょっと私は食べられないんですけども時間ある方はねここに立ち寄って朝食食べてみてください。それではね目の前にある強羅駅ありますのでそちらの方ね乗って向かいたいと思います。はい、強羅駅の方に到着です。はい、目の前のところから入ってきまして左手にあるのがねこちらの方が箱根登山電車の方になりますね。そしてこの左手側こちらの方に箱根登山ケーブルカーがあるような形ですね。ちょっと前にねケーブルカー行ってしまったので次のねケーブルカーで行こうと思います。そしてねこの箱根登山ケーブルカーはね1921年に発祥されたと言われております。機材関連はねスイスの方から装置関連を持ってきましてこれを1921年に創業されたみたいですね。ここからねモノレールからこのロープウェイに乗り換える駅になります。なんか足のテラスみたいなそんなのあるんですね。はい、ちょっと見ていきますか。ぬくぬくうもっていうことですね。はい、おー、こちらは足湯になってるんですね。おー、こんな感じで、足湯も入れるみたいですね。おお、まあ今日はね天気悪いのでもう真っ白で全然、景色見れないんですけど、まあ、景色いいとね、まあ、こんな感じで足湯に使ってドリンク飲みながら景色を堪能するという総運山ね、こんなところになってるようです。なんか丸いテーブルが置いてあるような感じで唯一ここだけですね足湯があるのは。ちょっと下がって見てみるとこんな感じです。いや景色良ければ足湯つかりながらいい景色を堪能っていうのこれはいいっすね。おお、こんな感じになってるんだ。からね、大涌谷の方に向かいます。いや今日は雨なんでね、ちょっ
と残念ですけど。本日は箱根ロープウェイにご乗車いただき誠にありがとうございます。これより総民大駅を出発いたしまして、標高1044メートルの大町谷駅までおよそ8分間、箱根大輪山を方向に眺めながら素晴らしい空からの箱根の旅へご案内いたします。あいにくの天候でもう真っ白です。晴れてればね、景色いいと思うんですけど、これを抜けたら大涌谷かな、ガスが出てるとこですね。いやー真っ白だ、何も見えん。はい、大涌谷に着きました。いやー天候がね、もうこんな感じで真っ白。はい、もう雨もね、上の方がねちょっとわりかし強いですね。寒さはね、今3月13日なんですけども、それほど寒すぎるってほどじゃないですね。はい、まあダウン着てれば全然、ちょっとね、長居するのはちょっときついっていうのは、そんなことない感じですね。はい、まずね、目の前に箱根ジオミュージアム、箱根大涌谷の歴史といいますか、まあそういう詳細的な内容がやってるミュージアムなので、こちらの方ね、ちょっと行ってみたいと思います。黒卵も食べたいですね。そちらもね名物なんで、まあとりあえず先にジオミュージアム行きたいと思います。はい、こちらは箱根全体を見渡せるマップになりますね。今回はねゴールデンコースをご紹介したいと思います。まずね箱根のふもとにある箱根湯本駅ですね。そこからですね箱根登山鉄道を使いまして強羅駅の方まで向かうような形になります。前回の初日の動画の方ではですね、この強羅駅の最寄りにある箱根テントさんで宿泊をして、そこで終了という形でした。今回は強羅駅からスタートしまして、箱根登山ケーブルカーを乗って早雲山駅、そこから箱根ロープウェイを使って今現在いるのがこの大涌谷になりますね。そして箱根ロープウェイを使って下って桃源台駅、そこから箱根海賊船を使って箱根町港もしくは元箱根港の方に向かいます。そしてそこから箱根登山バスを使って下って、最初に箱根をスタートした箱根湯本駅に到着、これで箱根一周となります。これが箱根ゴールデンコースと言われているんですね。こちらはテレビ番組のタモリさんが出てるブラタモリの番組で紹介された温泉供給方法の一つである蒸気性温泉の模型なんです。これの特徴なんですけど、火山蒸気に水をシャワーにしたものを吹きかけて水に成分を含ませて温泉とさせる方法なんです。混ざり合って温泉となったものは湯畑というところに移動して温度を下げたり、温泉の重い成分を沈殿させたり、ガス成分を取り除いたりと調整します。その後にやっと各利用施設へ温泉が展開されているという流れなんですね。こちらは箱根の地形の歴史です。箱根は40万年前頃から火山活動が始まったと言われております。23万年前から13万年前には何回も噴火が繰り返されて、火山が崩壊してカルデラの窪地ができて、箱根の周りに残った山々が外輪山となったと言われております。そして13万年前から8万年前にはカルデラの中でまた何回も噴火が繰り返されて2つの山ができました。そして4万年前以降にカルデラの中で神山ができたんですけども、3000年前に崩れてしまって、近くの早川という川があったんですけども、その川がせき止められ芦ノ湖ができたと言われております。そして今現在の姿の箱根の地形に至ったとなっております。ジオミュージアム建物の2階にね黒卵売ってますので、黒卵買っていこうと思います。おお、珍しい黒卵があります。上は燻製の黒卵で、下がねうずらの黒卵ですね。珍しい、こんなのが売ってるんですね。はい、ワクワクキッチン&カフェっていうところがね黒卵食べれる場所になってますんで、こちらで食べようと思います。買ってきましたので食べていこうかなと思います。黒卵です。結構ねあったかい、こんな感じ。俺の心みたいに真っ黒だから黒みたいな。今コロナに例えてみたら、今世界はこんな感じで、いつコロナがね収束するのかって分かんないような
黒くねもやもやとした状況なんですけども、まあコロナが収束したらこんな感じでコロナ収束してねクリーンな状況になってもらいたいですね。それではいただきます。硫黄の香りがねほんのりかかってる感じで美味しい。この先にね黒玉子茶屋さんがあるんですけども、そちらの方ね道中の道はね今通行止めっていう形で通れないようになってます。理由はですね2015年に箱根のね大涌谷がね火山が活性化したっていうのはね皆さんニュースで言ってる方いらっしゃるかと思うんですけども、その時のね火山がね強くなったせいでちょっと危ないと危険ということで、今現在もねそちらの玉子茶屋さんの方には行けないような状況になってます。はい、2階がねカフェ&レストランになってるんで、ここでねお昼ご飯食べようと思います。ここはね大涌谷名物の大涌谷カレーですね。これが有名ですね。今回はねこのドリンク付きの1750円のカツカレーを食べようと思います。絶品らしいです。その他にもねメニューはこんな感じで掲載されてます。はい、まあ、展望スペースがあるね食堂ですね。大涌谷駅食堂と書いてますね。はい、こちらの、ね、特製カツカレーになります。やばそうだね。ルーの方がね、なんかひき肉入ってるような感じですね。いやなんかこうなってるルーみたいな感じですね。それではいただきたいと思います。こんな感じです。いただきます。もう和風なカレーですね。美味しい。カツがね、サクサクで肉もね、もう柔らかくて、美味しい。ちょっとルーだけで食べてみます。あ、ひき肉だ。そんなね、辛さは全然辛くないですね。ちなみにここの食堂はですね箱根フリーパスを持ってますと 20% オフで食べれます。はい、フリーパス持ってる方はね大変お得ですので、ぜひねここをご利用になってみてください。このカツカレー絶品です。美味しいです、本当に。はい、それではね次は方言台の方、芦ノ湖方面の方に向かいます。芦ノ湖が見えてきましたね、目の前に。それと目の前にあるのがロープウェイの終電の桃源台駅ですね。そこからね海賊船に乗ってね芦ノ湖を北から南に向かってっていう形で、それで箱根の関所の方にね向かおうと思います。桃源台駅に着いたらねエヴァンゲリオンのイベントがやってました。こちらですね新エヴァンゲリオンの劇場版がね今現在映画館で公開されてるんですけども、ここのね桃源台駅のエリアですね、エヴァンゲリオン映画見てらっしゃる方はよくご存知かと思うんですけども、第三新東京市っていう形でねこういうエリアになったところにはまあ背景にあるので、こうエヴァンゲリオンのイベントのね催しがこんな感じであるような形ですね。
海賊船を乗るところに着きました。ここの海賊船はですね、3種類ございます。まずはじめにクイーン芦ノ湖というねオリジナルの海賊船がございます。2つ目はロワイヤル2。こちらね18世紀にフランスで建造され、フランス艦隊の船として活躍した第一級戦艦ロワイヤル・ルイというものをねモデルにした海賊船になります。次に3つ目はビクトリーですね。このビクトリーというのは18世紀にイギリスで国民のシンボル的な戦艦ビクトリーというものをね、モデルとした船になります。今現在ね12時40分でして、次の乗る船はですね13時10分30分後になるんですけども、その時間に乗る船はねクイーン芦ノ湖のオリジナル海賊船ですね。そちらに乗りますので、そちらの方をねご紹介していこうかなと思います。それでは30分後に乗っていきたいと思います。はい、やっとね海賊船クイーン芦ノ湖が来たので、これから乗っていこうと思います。いやー間近で見るとずいぶん豪華だね。いやすごいわ。特別室ですね。はい、箱根フリーパス持ってらっしゃる方は400円で入ります。持ってない方はね100円増しの500円という形ですね。それではまたさらに上、一番上とりあえず行ってみますかね。はい、外のとこまで来ましたよ。さらに上4階ですね。はいはい、上はこんな感じになってます。いや随分豪華だな。はい、桃源台港を出発してね箱根港の方に向かいます。なんかこうやってね桃源台港をね去るっていうのはねなんかちょっと心寂しいような感じがしちゃいますね。もう釣りやってたりする人もいるっすね。霧は収まったみたいですね。はい、はい、久々にね箱根のセクションに来ました。いやー何年ぶりだろう、7年ぶりとかそのぐらいかな。はい、これが箱根セクションのメイン通りですね。箱根製麺所屋さん、あとお蕎麦屋さんですね。で右手側はお土産屋さんですね。でこっちは丸山物産お土産屋さんですね。こちらも、はい、でこちらもねお土産屋さんですね。はい、お土産屋さんいっぱいありますね。はい、それじゃねこの関所と中の博物館の方ちょっと行こうかなと思ってますので、ちょっとここでお金を払ってちょっと中入っていこうかなと思います。お金を払ってきました。箱根フリーパス持ってる人ですと100円引きで、通常は500円なんですけどもフリーパスで100円引きで400円になりますね。はい、はい、逆側の方に出てきました。こちらがね東京方面、江戸方面ですね。で江戸の方から
こういう形で京都の方に向かってこちらの箱根遺跡町に入っていくという形のルートですね。まあこの中はですね、こう定番の観光地になりますので、まあ中は詳しくはご説明しないんですけども、詳細の方はね、一度こちらの方に来てみて中をご覧になってみてください。はい、私の後ろにありますのがね、箱根関所の資料館になります。この館内はね、撮影禁止になってますので、箱根関所の方と同様にこちらの方に来て中の方ね、ご覧になってください。はい、五番所茶屋さんに着きました。ここでね、休憩していこうと思います。前回もね、来た際はね、この一番人気みたらしアイスをね、食べて、これは美味しかった思い出があります。それではね、中に入っていこうと思います。いや、楽しみだな、久々だ。それではね、いただきます。いや、まあそうだな、いただきます。ねっとりしてる、おいしい。じゃあ次は甘酒いただきます。それではね、箱根登山バスを乗りまして、ここのね、箱根町港から箱根湯本温泉駅の方ね、向かっていこうと思います。手前にあるのがね、急行のバスになってまして、で奥側の方がね、国道1号線箱根の町の中の方を抜けてって、くねくねという形で湯本温泉の方に向かっていくような形です。先ほどね、10分前ぐらいにちょっと急行のバス出てしまったので、まあ1号線こっちのね、1番と書いてある方ですね、こっちはね2番で、奥側が1番ですね。でその1番の方を乗っていきまして、箱根湯本温泉駅の方に向かおうと思います。はい、はい、こちらが2番で急行ですね。急行エクスプレスと書いてますね。 R マークになってます。湯本駅に戻ってきました。改めてね、箱根登山列車のね、線路どうなってるのかと言いますとね、もうこんな感じでね、かなり坂になってぐっと登ってるっていうのはね、このね映像を見るとすごいわかると思います。こちらがね、箱根湯本駅の方ですね。箱根登山電車がね、登っていくのが見れると思います。いや、これもレトロな電車でいいですね。それではですね、夕飯のお店向かっていこうと思います。看板がすげえな、これ。はい、こっちです。今日のお店はこちら、
湯葉丼の直吉さんになりますね。箱根はね、湯葉で有名なところで、その湯葉の中で有名なお店はね、この直吉さんのとこになります。湯葉丼と、あと湯葉刺しをいただいていこうかなと思います。それでは入っていきましょう。これも上品な味で、おいしい。わさび入ってるから、わさび醤油で美味しいです。最高だなこれ、おいしい。はい、直樹さん食べてきました。特にね、湯葉刺しも美味しかったですね。わさび醤油でね、食べるこの湯葉刺し最高でした。箱根湯本駅でね、ご飯食べたいなと思ったら、ここのお店まだ行ったことがない方はね、一度来てみてください。それではですね、箱根湯本駅の方にね、向かっていこうと思いまして、その後はね、新宿の方にね、特急ロマンスカーに乗って向かいたいと思います。Come on boys, we'll see where this road gives up. Blacktop and gasolineIt won't be enough, but I keep shifting into neutral while the river's racing by. Yeah, I'm sitting in the chamber, locked and loaded, let me fly. And you won't forget the quakes, they get in your bones.And I've seen the flames taking cities whole. And all my kings and queens and aces now discarded to the fire. Every dollar, every boardwalk, every ticket on the line. Take all these tokens, I don't need them nowLay every trophy down in the ground. Ooh. And now I have heard a sound in my waking dreams. Someone's father was calledOh,
新宿の方に着きました。今回のね、2日目の動画は以上となります。初日とね、2日目の動画をね、上げさせていただいたんですけども、来月4月になりますとね、桜が咲きますので、桜が開花している箱根一周観光というのもね、いいんじゃないかと思います。それとですね、実際のね、箱根フリーパス使った時のですね、金額と通常のね、フリーパス買わない時のね、合計の金額をね、下のね、概要欄の方に掲載しておきますので、確かね、事前計算した時ですと1700円前後ぐらいの金額でフリーパスを買った方が安かったと思います。今回のね、動画が良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方もですね、よろしくお願いします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。